どうも、バーンです。一昨日かな、こんな動画をバーン TV が上げました。9月入学に対して日本 PTA 全国協議会が慎重にとの要望書、なんといきなり提出済みというようなね、動画をアップロードさせていただいたんですけれども、こちらの方にね、寄せられたコメントで、ちょっとんって思うようなコメントがありまして、で、そのコメントについてね、ちょっと僕なりの意見を述べさせていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。これはですね、まあ、名前は、まあ、ここでは、ま、別に言う必要もないんで、とある方からのコメントということにしておきますけれども、二つコメントいただいたんですよ。で、まず、一発目どういうコメントかっていうと、ちょっとこちらの方に載せておきますけれども、俺は反対だ。コロナが収束もしていないのに入学時期を変えようとか言い出す。その政治姿勢に不安を感じる。と、こういうことは落ち着いた時期にじっくり考えて、みんなで話し合って決めることだ。危機に乗じて勢いで決めてしまうのは、ショックドクトリン以外の何者でもない。ショックドクトリンっていうのはですね、僕もちょっと不勉強で、あやふやな、知識しかなかったんで、調べてみました。これはですね、昔こういうショックドクトリンというようなケースがあったらしいんですね。どういうことかって言ったらですね、危機的状況に乗じて、物事を変えようとすると良くないみたいな、そういうような考え方、別にそれが正しいと言ってってるわけじゃないですよ。その、ショック、つまり危機に、乗じて、システムを変えようとすることは悪であるという、その考えが正しいというわけではないんですけど、そういう考え方があるわけですね。で、それをショックドクトリンというらしいんですね。で、そういう昔の歴史があると。で、それは確かにその通りだなというふうに思います。でね、あと、みんなで話し合って決めることだ。これも、重要。すごくね、もっともなご意見だというふうに思うんですけれども、コロナが収束してもいないのにっていうところですね。収束してから考えたんです、ではですね、間に合わないんですよ。5ヶ月のずれですね。4月から数えて5、6、7、8、9、5ヶ月、6ヶ月じゃないんですよ。5ヶ月しかないんですよ。しかも、実質3月中旬ぐらいから、もう日本 の3月上旬か、3月上旬ぐらいから、教育がもうストップしてますんでね、学校が。ということを考えたらですね、もう実際、今もう5月じゃないですか。ということはもう残り、もう、ほんの3ヶ月ぐらいしか、猶予はないんですよ、準備の。ということは、もう今決めないと間に合わないんですよ、もしやるとしてもね。で、どうせダメだろうみたいな雰囲気出てますけども、そんなことないですよ。やったらできますよ。というふうに僕は思いますけれどもね。でね、収束を待って、決めていたんではですね、間に合わないです。もう、これは明らかだと思います。で、子どもたちですね、やっぱり子どもたちの意見をやっぱり重要視すべきだというふうに思うんですね。で、実際子どもたちの中からの意見、高校生を中心とした、発信力の高い人がですね、9月入学というふうな提言をね、実際子どもたちがしているということをやっぱり重視すべきだというふうに思うんですよ。で、この方がもう一発、コメントいただきました。こんなコメントです。で、最低限、ちょっとこの辺載せてますけども、最低限民主主義の何たるかぐらい理解しろ。危機に乗じてやりたいことをやっちまおうというのはただの独裁だというふうにね、コメントいただいたんですね。で、ちょっとね、ここで僕はね、この方にどうしてもね、聞きたいことが出てきましたんで、こう質問しました、逆にね。貴殿は PTA に入っておられるかどうかだけお聞きしたいですと。いうふうに聞いたんですよ。これが22時間前ですね。で、ちょっと前に、確認したんですけども、なんとですね、コメントを消されました。つまり、都合が悪かったんでしょうね。
で、まあ、僕が返答なしかなって書いた後で、まあ、消されたんで、まあ、要するに、当事者じゃないってことなんですよ。つまり、多分年配の方かなんかで、の自分自身にとって、の、やっぱり、年度が変わるとね、面倒なことが起きるというようなの方だったんじゃないかなと。子供こんなん、こんなんどうでもいいんですよ。っていうふうに思いましたね。だってコメント消すんですから、僕が質問してんのに。というふうにね、やっぱり、こういうの安全圏からポン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 ね、意見を放り投げてくるの、理解しろとかね、もう完璧上から目線にね、こんなコメントですよ。まあ、そういう人に対してね、YouTuber としてはですね、の消されたコメントであっても、のそんなもんぐらいちゃんと保存してますよということをですね、武器にの反論していきたいと。別にこの人をね、とっちめようとかそんなんじゃないんですよ。やっぱり意見のね、こう、建設的、健康的の、健康的っていうかね、なんて言ったらいいんですかね、健全ですね。健全な意見交換が僕はしたいんですよ。だから、まあ、結局この方は、まあ、子供のことなんかどうでもいいと。親御さんでも何でもない方が、自分にちょっと面倒な影響があるから、言っておられるんだなっていうことが、なんとなくですけどね、わかりますね。で、あともう一つ、この動画で言いたいことですよ。この方がですね、ここに載せているコメント、危機に乗じてやりたいことをやっちまおうというのはただの独裁だ。これね、別にね、9月入学をね、やりたいと思ってね、うんなめんどくさいことね、やりたいと思うような政治家が、それがやりたいことですかね、っていうふうに僕は思いますよ。自分のやりたいことを、つまり我田引水的な政治をやるっていうのは、例えば自分の故郷に新幹線に行くとかね、そういうのを我田引水の自分のやりたいことをやっちまうという、そういうのが自分、そういうのがこの方のおっしゃるね、危機に乗じてってのはちょっとまた違いますけども、自分のやりたいことをやっちまおうね。この9月入学を主導、賛成している政治家の方に、例えばね、外国の進学を考えているお子さんがいるとかね、まあ、例えばそういうような、ことだったら、まあ、危機に乗じてやりたいことをやっちまうっていうのは、うなずけますけども、そんなん全部裏取らはったんですかね。そんなんわからないですよね、あんな。というふうに、思いますし、別に今のこのね、状況を考えたら、9月入学で、日本をエイヤーと変えるというのを独裁だとは僕は思わないですね。もちろん十分な議論、意見交換が必要とは思うんですけども、エイヤーでやっちゃって十分もうね、別にこれはいいんじゃないかなと僕は思いますね。ただ、やっぱ頭の硬い方が多いのかもしれないですけども、この動画に対してはですね、今のところの高評価、低評価に関しては、高評価が5、低評価が8というふうに、この動画で僕が賛成していることについて反対だということで、低評価ということが、たちまち9月入学反対だというふうには言えないですけれども、まあ、一つの指標として、若干やっぱりの9月入学賛成の方が少ないのかなという、意見というか傾向がちょっと感じられましたですね。まあ、サンプル数少ないですけどもね。高評価5、低評価8と。で、バンティB にはやっぱり敵が多いんで、あとそれから、こういうようなね、高飛車な動画を上げたら、まあ、反感を買うのは分かっててやってるんですけれども、っていうことを考えたら、トントンぐらいの、意見比率なんじゃないかなと、まあ、いうふうに思いますね。さあ、
9月入学どうなりますでしょうかね。まあ繰り返しになりますけれども、子供たちのことを考えれば、これはもう9月入学、バンティビは大賛成です。以上です。ではでは。